皆さんこんにちは。スカーレットネクサスプロデューサーの飯塚です。今日は皆さんからいただいた質問に答えていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカーレットネクサスはですね、それぞれが個性的で優れた能力を持つメンバーが、その個性を生かして一つの目的、ミッションに向かって、遂行していく、そういうプロフェッショナルなチームを描きたいというところから来ています。でそこに、プラスして、誰もがこう使いたいと、一度は感じたことのあるこう超能力ですねっていう題材を組み合わせることで、超能力という、強い力を持った、プロフェッショナルな集団として、描きたいというところから企画をスタートしています。はい、そうですね、テイルズ・オブ・シリーズで、培われているこのストーリー表現とかキャラクターの表現っていうのはもちろん、ノウハウとして生かされています。でさらに、特にですね、今回スカーレット・ネクサスに、生かされているのが、アクションのバトルの構築、直感的で、爽快なバトルが楽しめるっていう要素と、さらにその自分自身のやり込みによって、優れたプレイを作っていく、そういうアクション構築のノウハウというのが、今回スカーレットネクサスでは、強く活かされているかなと思います。はい、そうですね、スカルトネクサスは、コードブレインやロッドイーターとは全く違った、世界からなっている、新しいタイトルになります。ただですね、アクションを通じて、その世界の中のキャラクターの一人となって、自分自身が、体験していけるというところは、共通して皆さんに楽しんでもらいたいなと思って作っています。で今回スカーレットネクサスでは超能力という題材をモチーフにしてますので、この超能力を皆さん使ってもらうという体験をぜひ楽しんでいただければと思います。はい、今回このスカーレットネクサスの世界を作っていくにあたっては、やっぱり日本の文化、日本の世界やアジアのこの現代の世界ですねの延長線上にあるような未来の世界っていうのをイメージして作っていってます。そういった意味だと、その今の日本の文化を取り入れるところに対しては、そこまでハードルが高くなかったかなと感じています。で一方でスカーレットネクサスのこの世界よく見ていただくと、未来的な表現の中にも、どこか、少し昔の90年代を思わせるような少しレトロな雰囲気っていうのも、散見されるかと思いますので、そういった未来的な、街並みと、昔の表現を取り入れる、組み合わせて表現するっていうところが、本作に世界におけるチャレンジの部分かなと思います。このどこかその昔の、どこかの時代から、ちょっと現代とは異なる方向に、ちょっと間違った方向にも進化してしまったんではないかと思われる、そういう独特の世界の雰囲気をぜひ楽しんでいただければと思います。はい、本作ではですね、そのキャラクターたちが一つのチームであるというところを意識して、ユニフォームを意識して作っています。なので共通のこのデザインというのは持ちつつも、それぞれが、個性に合った形で、アレンジしているというところを意識して、それぞれのデザインをしています。で合わせて、より強い能力を発動するときには、フードをかぶったりとか、あとはこのビジョンによるこのマスクで顔を隠したりとか、そういう、共通の表現も入れています。これは強い力を発動するときの代償による苦痛ですとか、その時の感情表現っていうのをなるべく表に見せないようにすることを入れてたりしますけども、そういったダークな一面を持つヒーロー像として今回構築していってます。
はい、怪異はですね、その近未来の世界の中でも、特に異質な存在として目立つように、デザインしていきます。一見その生物的なシルエットを持ちつつも、まあ、部分的にはこの生物の一部一部を取り入れながらも、金属とか、まあ、布とか、まあ、そういったさまざまな要素が組み合わさって形作られているものとして、デザインされていますね。まあ、こちらの意思とか言葉がもう全然通用しない、もう概念の違う存在としてデザインされていってますので、まあ、そういった怪に対してはやはりこの特殊な力である超能力でしか対抗できない存在ということで、まあ、非常に魅力的に、まあ、そして不気味に描かれて、よくかっこよくデザインされているかなと思います。はい、スカーレットは赤色とか黄色という意味の単語です。でネクサスは、まあ、連鎖とかつながりを意味する単語になっています。で本作のこのデザインの中でもですね、この赤い線でつながれるっていう表現が、まあ、非常に、対応されていますし、まあ、システム面あと物語性においても非常に重要な意味を持っていますので、ここは今後の情報をぜひご期待いただければと思います。はい、ありがとうございました。スカーレットネクサスですね、今後も、新しい情報を出していければと思っておりますので、皆さん楽しみにお待ちください。 Thank you and stay tuned.